カラス山椒は未完化山章属の落葉樹。山椒と違ってアルカロイドを含むので犬山椒と共に犬山章属に入れる場合がある。揚ウ葉ノチのウの植草になっている。学名のエイランターズは真珠のようなの意味。日本の他に朝鮮南部、中国、フィリピンなどに分布する。山野に普通に生える。特に伐採跡などの拉致にいち早く伸び出して葉を。 広げる先駆植物である。高さは6から8メートルで、最大15メートルになることもある。普通の山椒に比べて、はるかに大きな葉をつける。山椒同様、葉には油点があり、特有の香りがある。花期は7から8月。赤い実をつけて黒い種が露出し、特有の香りを持つ。葉は赤い奇数上複用。葉の形状は、庭漆、真珠に似る。 三小属の他の種に比べ、はるかに大きいため、類似種との区別ができる。また、他の大柄な鵜上複葉をつける樹木とは、幹の棘と葉の匂いで区別できる。本種を食草とする蝶にはカラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハ、モンキアゲハ、ナミアゲハ、クロアゲハがある。普通食用にはしないが、わかめ、わかばは天ぷらにすることがある。清涼感のある、 独特の風味の蜂蜜が取れるので、蜜原植物ともされる。また、葉を、工夫、果実を、権威役とし、枝は、参照同様すりこぎとしても使用されている。支部の数が多いことから、参照のものとは、区別ができる。ありがとうございます。